ブルーのメグレは、フランスの官僚、政治家、反 EU、反移民などを唱える、極右政党共和国運動党首。妻は、ビトラル姉妹市長のカトリーヌ・メグレ。1949年4月4日、パリ生まれ。パリ随一の名門リセの、リセルイ,コール,ルイコールグランを経て、フランス理工系最高峰のエコールポリテクニーク、卒業。 国土整備関係のエンジニアを経て、シャルル・パスクワの推薦で対外関係省に入り、1981年の国民議会議員選挙に保守第一党の共和国連合公認でイブリーヌ県から立候補したものの落選した。1985年に国民戦線に入党した。1986年3月の国民議会議員選挙に国民戦線から出馬して当選し、 1988年6月まで、勤める。1989年の欧州議会議員選挙に、国民戦線から出馬して当選し、1999年まで、勤める。1992年3月に初当選してから2002年3月まで、プロバンスアルプコートダジュール実機県議会議員を、勤める。2001年3月から、マルセイユ市議会議員を勤めている。 メグレは1998年に国民戦線の乗っ取りを試みたが、ルペン党首との権力闘争に敗れて、同年の12月13日に除名された。メグレは自らを支持する国民戦線の党員、幹部を引き連れて、1999年1月23日から25日に党大会を開催し、国民戦線国民運動を決闘し、メグレが党首に就任した。 しかし、5月11日に、パリ大審裁判所はメグレハが、国民戦線という透明とマークを使用することを禁止した。1999年欧州議会議員選挙に、メグレハは、候補者を擁立したが、フランス全土で57万8774票を、L にとどまり、議席は一つも獲得できず、敗退に終わった。1999年10月2日に、 党大会を開き、党名を共和国運動に変更した。2002年フランス大統領選挙にメグレが出馬したものの、667,026票を得ただけで惨敗した。2002年国民議会議員選挙では577の小選挙区のうち571選挙区に党公認候補を擁立したが、 フランス全土で276,376票を得ただけで当選者はゼロだった。2006年12月20日にめぐれはルペン党首と会談して2007年フランス大統領選挙で共和国運動がルペン候補を支持することで合意した。2007年国民議会議員選挙では反移民、反イスラム化。 ハンチアンアッカをスローガンにして379名の投稿人候補を擁立したが、当選者はゼロだった。コントロールイミグレーションイスラミゼーションインセキュリット。ありがとうございます。